小木の旧作3月25日から1975年1月1日は産婦人科医学博士である。女性の月経周期と妊娠との関連性を研究した先駆的行政期で知られる。1953年愛知県八名郡下川村東町出身。父の姓は中村だが、1901年に西大阪市で漢学者の小木の忍の養子となり、 おぎの生となる。旧制愛知第四中学校、日本中学、一校などを経て1909年に東京帝国大学医学部を卒業。しばらく同大病院で勤務した後1912年に新潟市の竹山病院産婦人科部長に就任するとともに新潟大学で研究を続ける。以後生涯のほとんどを新潟にて送り、1951年に 新潟市名誉市民の称号を受ける。不妊や他産に苦しむ新潟の女性を目にし、当時解明されていなかった、排卵時期の研究を行う。3年の歳月をかけ1924年、論文、排卵の時期、応体と子宮粘膜の周期的変化との関係、子宮粘膜の周期的変化の周期及び美受体ばらび、二周手を完成させ、 日本婦人科学会雑誌19巻6号に発表した。この論文は翌年検証当選論文として採用されたが反対意見も多かった。そこで1929年6月ドイツに渡った。日本で行った論文発表の6年後の1930年2月22日に現地の学会誌第22巻2号に ハイラント受胎日というタイトルで発表された。その後日本婦人科学会雑誌第19巻6号に掲載された。なお学位は1923年東京帝国大学より人類応対の研究より得ている。ところがオーストリア人のヘルマンクナウスが旧作の手法の目的を逆転させて否認法として使うことを提唱する。これは当時から否認法としては 他の手段と比べて、非常に不確実な手法であることが分かっていたので、旧作は反対意見を表明する。しかし、不本意にも、この否認法は後に、おぎの式と呼ばれるようになる。もっと確実な否認法があるにもかかわらず自身の、学説を安易な否認法として使い、結果として望まない妊娠をして、人工妊娠中絶により失われる命のあることに、 旧作は憤りを感じていた。そして、むしろ不妊治療に役立ててほしいと主張した。この二人は、ノーベル賞候補に上がっていたというオーストリアのグラーツ大学チャーニー教授の証言についての記載がある。1970年のクナウス教授の葬式の直後、クナウスとオギノは、ノーベル賞候補に上がっていたのに、死んでしまったのでその可能性がなくなったと嘆いていた。 1975年新潟市の自宅にて死去。最晩年まで医師として現役を貫いた。新潟市の自宅前の通りは没後に新潟市民の運動により、その功績を称えて、おぎの通りと名付けられている。ありがとうございます。